Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer une japonaise qui travaille en tant que doubleuse seiyuu en japonais. On va lui poser toutes sortes de questions sur les bonnes expériences et les mauvaises expériences qu'elle a eues dans son travail. Bonjour à tous. Je m'appelle Yumi Yamazaki. Je suis doubleuse. Enchantée. Alors, c'est parti. D'abord, nous allons à Nihonbashi pour le déjeuner. Je lui pose des questions sur sa carrière, puis dans la deuxième partie, elle nous raconte les difficultés de son métier, le studio et la différence entre le doublage japonais et français. の勉強を始めました。高校を卒業するまでとにかく部活を頑張りました。声優の勉強したことがないから、まず何をすればいいのかわからなかったので、当時自分が所属していた部活が声優部っていうのがあったので、そういうのに入ってたんですけど、そこで漫画にセリフに色ペンでマーカーをつけてセリフを読んだりしてました。ズバリ声が変わってるって言われたからですね。あ、それまでは私ずっと漫画家になりたくて、高校もデザインの学校に通ってたんです。部活でそういうのがあったので、いろいろ見学に行ったんですけど、いやお前はちょっと声の方やめろって言われて、やってみたら面白くてこのままハマっちゃったっていう感じです。へー、なるほどね。でそれでちょっと特殊なんですけど、はい、家に帰ってすぐ声優ってなどで調べて、ちょうどその当時はブログが流行ってる時期で、とあるキャラのキャラクターの声が欲しいなってブログに書いてる企業さんがあったんですよ。はい、そこに私声の勉強をしたいのでそれやりたいですって恐れ多くもメッセージを送ったら、はい、そのままそれが採用されて、え、すごっ、デビューにつながっていくんですけどだからそこからその後その仕事をしたきっかけで、あ、じゃあ今度 OVA 作品って言ってオリジナルビデオアニメーションで、はい、オードルからこれに出てみないって誘われたりだとか、学校に声優の学校に通うようになって、オーディションを受けるようになったりとかしてて、声優の仕事を始めました。もうこれは声優になってからもずっと続けてるんですけど、とにかくいろんなことにチャレンジするようにしてます。例えば今やりたいのはバンジージャンプですバンジージャンプですか。やってみたい。なるほど。あとは何だろうな、水泳とか自転車に乗ってサイクリングにも行ってみたいし、とかやってみたいことたくさんあります。ああ、なるほど。それは声優の仕事にもつながるからやってみたい。何がその声優の仕事につながるかわからないので、とにかくこれをやった時に自分の感情がどう動くのかな、どこの筋肉を使って、はい、どういう風に声が出るのかなみたいなのを常になんか体験したいなって思って、なるほど、引き出しをたくさん作れるようにしてます。例えばお腹を殴られるとか、顔を殴られるとか、その殴られ方によって声の出し方がもう、例えば、はい、まっすぐに殴られたら、はい、もうおっていう風な声が出るとか、それとも蹴られたらどういう風にな声が出るのかなとか、顔がこっちに行ったらじゃあどういう声が出るのかっていうのを常に体験できることは体験するようにしてますね
Le restaurant commence à s'animer, donc on va ensuite au Senichi Café. Il est très calme et très beau, car il est tenu par une boutique de vêtements traditionnels. Beaucoup de vedettes louent leur tenue traditionnelle ici. お仕事が朝10時からのところがすごく多くて、声を出すために朝10時から始まる場合は大体遅くても3時間前には起きるようにしてます。で、アニメの収録の場合は大体4時間くらいで30分1本撮ってますね。吹替えの場合は6時間から8時間くらいなるほど、時間かかります。でその間ずっとスタジオの中にこもりっぱなしで、冷房も切ってしまうので夏はとっても暑いですねだけど冷房ないって言ってましたけど、はい、じゃあ夏そのなんていうんですか、部屋自体は結構涼しいんですか？スタジオがだいたい二重扉になっていて、はい、かなり密閉されるんですよ。もう閉めるとわかるんですけど、無音状態になるのでかなり蒸しますね。あとその作品によって違うんですけど、10人とか20、多い時でも20人くらい、もう1人1つの部屋に集まるので、かなり暑い。え、けどじゃあ、やっぱその、今変な話、コロナで密集するの良くないっていうじゃないですか、うん、今はどうされてるっていうか。今はスタジオによって対策違うんですけど、入り時間を別々に、はい、ずらしたりだとか、あ、 なるほど。なるべくそのスタジオに4人以上は集まらないとか、スタジオってだいたい一つのスタジオにマイク4本が普通なんですけど、なので4人以上入らないようにしてるものが多いですね。あとはこうマイク1本ずつに仕切りを入れたりしてます。対策してますね。なんかスタジオの話が出たんですけど、ちょっとスタジオ名書いてみました。わ優しいありがとうございます。こんな感じですね。結構閉鎖空間なんですよ。ちょっとマイクこれ2本しかないんですけど、はい、大体1つのスタジオに4本立っていることが多いですで、スタジオの中ではまあ大体10人から20人くらいこの周りに座ってる感じですね。ああ、周りに20から30座ってる。そうですね。で、その4本のマイクをその全員で使う。ああ、なるほど。感じですね。で、アニメとか吹き替えの映像がここに映し出される。はい。って感じですね。今これちょっと絵描いてみたんですけど、はい。アニメの時は大体、あんまり絵ができてることないですね。みんながこうテレビで見るような色がついてるようなことがあんまりないですね。収録するときは、まあ、こう線画みたいな、はい、絵がこういう風にテレビに映し出されて、でキャラクターの名前ボールドっていうんですけど、はい、キャラクターの名前がこうパッて画面に映し出されるので、その時に自分のセリフを言うって感じですね。そのどのタイミングでそのボールドが出るかみたいなのは、はい、タイムコードって言って、こういう風に映像に必ず時間が表示されるので、はい、時間とあとシーンとかカット数が表示されるので、それを見て、あ、このタイミングで自分のキャラクターが喋るんだな、はい、みたいなのとか、このオフっていうのは口が動いてないけど、まあ、声だけ入ってるっていうことですね。入ってますよみたいなのが出たりするので、それを見てお芝居してます。アニメのアフレコなんですけど、はい、
さっき4時間くらいで撮るって言ってたんですけど、だいたい A パートと B パートって言って、その間 CM が入る、はい、15分、A パートと B パートに分かれて撮るんですけど、その A パート収録するときはテスト、ラステス、本番みたいな感じで、はい、同じシーンを3回やる。なるほど。で、そのテストの時にどのマイクに入るかみたいなのを決めるんですよ。はい。スタジオの中って、まあ、これ今2本しかないですけど、だいたい4本マイクがあるので、はい、その4本のマイクを20人くらいで使うので、はい、自分が喋ってる時に次のこのマイクに誰が来るのか、自分はどう避けるのか、はい、でその次のセリフの人はどこのマイクを使って言うのかみたいなのを、はい、ミキサーさんとかだったりとかも確認しなきゃいけないので、はい、それで誰がどのマイクを使ってるかっていうのを見てテストしてますね。でお芝居もして、でマイクも近すぎちゃうと、近すぎちゃったり遠すぎちゃったりすると声がうまく入らないので、はい、ちゃんとマイクの立ち位置も決まってますね。だいたいマイクから台本1冊分くらい離れたところに立って喋ってます。あとすごい難しいのは距離感ですね。距離感、マイクに向かって声優は喋るんですけど、はい、マイクに向かって喋ってるんじゃなくて、はい、視聴者さん、テレビを見てる人たちは、はい、そのキャラクターが喋ってるように聞こえなきゃいけないので。そうですね、はい、例えば今ここにマイクがあって、はい、おはようって言うじゃないですか、はい、このおはようじゃなくて、はい、画面に映ってるのはおはようって言ってるやつだったら、はい、そのマイクここだけど、そのおはようってすごい遠くから喋ってるように演技をしなきゃいけない、はい、あーなるほど、っていうのがすごく難しいです。それをやりつつね、後ろからあ次の人が来るからこっちに避けなきゃとか、あーなるほど、考えなきゃいけないので、それが大変で難しいですね。すごい反射神経使います。もう終わった後も疲れたなるほど、うん、今説明したのが、はい、日本式なんですけど、はい、私この前ちょっとフランスのアニメを収録してる映像を見たんですけど、今距離感って話してたじゃないですか、はい、のフランスのちょっと違ってて、はい、すごかったんですよどういう、今日本式だとここに人が座っててみんな自分の出番になったらマイクの前に行くっていう感じなんですけど、はい、フランスのアニメの収録はここに人が立ってて、ここになんかついたてみたいなのがあって、はい、マイクが1本だけここにあって、へーへー、で映像が流れるんですけど、はい、日本の声優は必ず台本が一人一冊あるんですけど、はい、私がその見たフランスのアニメの収録では、はい、この映像自体にセリフがわーって流れてきてて、ああなるほど、ここの線に到達し、その自分セリフが到達したら喋るみたいな、へー、今はちょっとどうかわからないですけど、はい、だからみんな同じところからずっと喋り続けてるので、距離感とかも日本とはまた違うところを気をつけなきゃいけないんだろうなって思ってびっくりしました。吹き替えの時に気をつけてることが一つあって、はい、私はすごく息遣いを大事にしています。その吹き替えの場合はもう海外の役者さんが演技をしているところに私たち声優が声を当てるっていう、はい、あのお仕事なんですけど、その向こうの海外の役者さんがどういう風な状態で喋ってるか、どういう息遣いをして
その動作をしているかっていうの、さっきの殴られた時の話じゃないですけど、まあ、それにちょっと似てて、どんな風に息を使って喋ってるのかっていうのを、もうなる、もう限りなくチェックして喋るよね。本当にその役者さんが日本語喋ってるように喋れるようにしてます。Après la pause café, on est allé au parc à côté de la rivière de Sumida. Ma femme Julie nous rejoint pour lui poser des questions plus délicates. Seiyu さんって仕事ってどういう風に取ってる？新人さんもベテランさんもみんなオーディションで仕事を勝ち取ってます。で、そのオーディションがオーディションもらうまでもう競争が始まっていて、例えばあるアニメのオーディションがあります、はい、主人公の声を募集します、はい、この主人公の声に合いそうな人を各事務所を2人ずつ選出してくださいみたいな制作会社さんから依頼があったとしたら、各事務所が2人とか、はい、選ばなきゃいけないんですけど、例えばうちの事務所とかは200人くらい人がいるので、そのうちの2人にまず入んないと。そうなんですよ。もうなんか事務所って、東京事務所どんぐらいあるもんなんですか？どれくらいあるんでしょう。ちょっと事務所の数は分かんないんですけど、毎年声優の学校を卒業するの1万人って言われてます。あなるほど。1万人1万人が毎年声優、はい、学校とか養成所を卒業して、はい、で、まあ、事務所に入れるのが各事務所多くて10人とか。え？入れる、もう入れないところも1人とか2人とかしか入れなかったりするので、まずもうその事務所に入るのもすごい難しいですけど、はい、そこからまたオーディションを振ってもらうのも大変ですし、はい、そのオーディション振ってもらっても結局は合格しないとお仕事にならないので、かなりの競争率が。じゃあ変な話、なんだろう、そのまあ受かって初めて給料というかお金もらえるわけじゃないですか、はい、事務所に所属してるだけだと0円。ゼロです。けどさっきちょっと歩いてる時聞いたんですけど、声優さんは移動費は自腹？自腹です。え、じゃあ費は自腹になります。じゃあ変な話、オーディションを受けるにも例えば埼玉とか東京じゃない場合もあるじゃないですか。あ、自腹になります。で、受けて受かんなかったら0円で自腹だけっていうか。あ、そうです。交通費だけ支払うっていう感じになりますね。じゃあやっぱなんだろう、声優だけで食べていくっていうのは結構大変なもんなんですか？すごく難しいと思います。なので、その声優の技術を生かしてナレーターだったりだとか、 あとは学校の講師をやってみたりだとか、他にも副業してる人って結構いらっしゃいますね。なんかされてますか？もうそれで私はフランス語を始めたような。あー、なるほど。職業とまではいかなくても、やっぱり声優業界生き残っていくのに、もう歌が歌えて演技ができて可愛くて若かったら、うん、もうみんな、まあ、同じというか、同じなんですよ。なのでやっぱ何か突出したものがないといけないって思って、私はなんか語学を勉強してみようかなって思ってフランス語を始めてみました。これがなんかフランス語で、フランスの人たちってアニメ好きな人すごい多いので、ちょっとフランス語でまたなんかアニメとか漫画とかそういうことに関われたらいいなって思ってます。登場しました。個人的な質問なんですけど、声優さんの学校って大体どんなことするんですか？はい、どんなこと。私が行ってた学校では滑舌の練習だったりとか、滑舌の練習の前にあと結構動くことが多かったんですよ。柔軟だったりだ
ことがありました、そうなんです。感情解放しようって言って、なんかこんな時はどんな感情でセリフを言っているのか喋っているのかっていうのを勉強しました。なるほど。滑舌、発声の練習とか発声もしましたね。あえいうえをあおできた。あ、そうです。すごいよく知ってる。なるほど。その滑舌の練習と発声の練習と感情が入る練習が主ですか？をやってましたね。私個人的にすごく声優っていうお仕事に興味があって、で私がもし21歳とかだったら、また新しく挑戦してもいいかなって思うぐらい好きなジャンルなんですけど、なんかちょっと自分でやってみたりとかすると、語尾をどうしたらいいかわからないことがすごい多くて、なんかなんたらなんたらじゃねえんだよとか、なんかその抑揚のつけ方とかって、それが独学ですか、それとも教えてもらえるものなんですか？あ、教えてもらえますね。ただやっぱりすごい大事なのって普段の観察が大事かなって思います。こうやって喋ってる時も、あ、この人はこういう風に話すんだなとか、子供と大人で語尾の始末が違うんだなとか、男性で女性で語尾の始末が違うんだなっていうのを普段からすごい観察するようにしてて、いざお芝居でその役をやる時に、あ、こうだったなとか思い出してやってますね。なんかそう、例えば語尾を上げるとすごく子供っぽくなるとか、山崎由美ですって言ったら分かって可愛いから、なるほど、山崎由美ですって言ったら、あ、すごい、大人っぽい感じに、こうなんだろう、シュンって収める感じにしたら大人っぽくなるとか、あとはこの声のなんだろうな、口の前の方で喋るっていうのかな、で喋こういう風に口の前の方でこうやって喋ってると可愛い感じになってて、これがだんだんと後ろにこういう風に下がっていく、やばい、おばあさんみたいな、もっと老けたような感じの声になったりとか、そういうのをこう喋りながら、いろんなこと経験したりして、勉強したりしてます。それ本当になんか、いや、もうプロというか、なんか言葉が出ない、すごすぎ。ちなみに声優学校ってどれくらいのお金と時間かかるんですか？私が通ってたところは、もちろん学校によって違うと思うんですけど、私が通ってたところは2年生で1年間で200万くらいかかってて、私は1回卒業して事務所に所属したんですけど、その後もう1回通わせてくれって言って、同じ専門学校に通いました。なので3年通いましたね、学校は。そうなんです。1年間200万っていうのは、授業料、毎月の授業料が高いんですか、それとも毎期に行くのが高いんですか？授業料だったりだとか、あとは、そのスタジオだったりとか、スタジオ代費、それ全部合わせて200万。あ、全部合わせて。あ、なるほど。最近よく、フランスは分かんないですけど、日本だと例えば俳優さんとか女優業されてる方が、声優に抜擢されたりするじゃないですか。ああいうのを見て、その声優業をそのプロとしてやってる方から見ると、どう思いますか？だって変な話ね、女優さん俳優さんって演技はするし、演技はするけど、それってなんか見た目も含めてじゃないですか。声優さんってもう声を仕事にしてる方からすると、なんていうんですか、別に変な話、声優学校に通ってないのにみたいな、そういう、やっぱなんでこの人たちは選ばれてみたいな、そういうちょっと不満とかそういうのはあったりするんですか？どう思いますか？私個人としては、表現者として、そのお芝居ができてれば、そのキャラクターが表現できてればいいかなって思ってるんですけど、ただその何て言うんだろう、ただ声優の仕事って誰でもできるんだっていう風に
に思ってもらったら嫌だな。簡単なことじゃないので、そのさっきオーディションの話したみたいに、はい、オーディション勝ち取るのもそうだし、事務所に入るのもすごく大変なことを経てようやく声優になったので、もっと若手とか新人とかにもチャンスがあってもいいんじゃないかなって、そのいろんなことがあってそのタレントさんとかを起用するのは、まあ、しょうがないことだなって。もうそれは本当に演技ができてれば私は全然いいかなって思うんですけど、もっと声優にもチャンスがあったらいいなって思います。やっぱなんだろう、そういう俳優さんとか女優さんが選ばれるときっていうのは、オーディションはもちろんやらないもんなんですか？もうプロデューサーというか制作会社がもうこの人って決めたらオーディションすっ飛ばすものなんですかね？どうでしょうね、2パターンあると思います、ね、あ、どっちもあると思います。一応やってみて、あ、やっぱダメだったらなしになるし、もうオーディションもなしでもうこの人って決める場合もあると思います。Notre conversation continue, mais aujourd'hui on s'arrête ici. Je sortirai peut-être la deuxième vidéo sur le doublage. Bonjour, c'est Franck Mon. Je travaille comme doubleuse professionnelle. On prête ma voix à des personnages du dessin animé japonais. J'espère que ma voix attende un jour la France.Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous plaît bien, partagez la vidéo s'il vous plaît et abonnez-vous. Et merci pour votre participation, c'était très intéressant. Merci. À la prochaine.